皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は起業初心者の女性が一番最初に知っててほしいウェブ集客の一番基本的な考え方ということについてお伝えしたいと思います。まずですね、私のところにいらっしゃるクライアントさん、長年すでにやって教室をリニューアルしたいとか事業を変革、大きく変革をしたいのでご相談ということでいらっしゃる方と、全くゼロからの方、本当に初めて起業する、独立起業するっていう方、様々いらっしゃるんですけれども、特にですね、起業初心者の方が、一番最初に知っててほしいウェブ集客の基礎、基本的な考え方ですね。これを外してしまうとですね、結構遠回りする羽目になってしまうんですよ。遠回りして3年ぐらい経って集客できないよねっていうことで、私のところにいらっしゃる方も結構多いんです。だからこそ最初に知っててほしくって、今回のテーマをお話しすることにしましたので、そんな意味合いで聞いていただければと思います。もちろん3年とか5年とか10年経ってもウェブ集客が上手にいってないっていう人は同じような過ちを犯している可能性がありますので、その方もぜひ聞いていただきたい内容になっております。はい、では内容をお話をしていきたいと思います。まずですね、ウェブ集客っていう部分で言うと、皆さんすぐに集客の、手段で挙げるのがですね、最近で言うとインスタグラムでしょうか。流行りですのでね、インスタグラム、ブログ、フェイスブック、残念なことにですね YouTube っていう声があまりないんですけれども、YouTube とかもツールで、無料のツールで使えるものとかがあって、いわゆる SNS SNS と言われる、ソーシャルネットワークシステムですね。こちらの方を中心に使われている方とかが多かったりするんですけれども、それを集客だと考えて、闇雲にそれをやはり手を出す方が非常に多いですね。で、確かに集客できなくはないんですよ。はい。全然できなくはないんですけれども、単発的な集客になってしまうので、長期的には非常にこう疲弊するようなやり方になってしまいます。なのでこういったツールっていうのは特にツールと呼ばれているだけあってツールなんですよね。でそれを基軸として支えるメインの部分をしっかり作り込んだ上で、ツールを上手に使うっていうのがウェブ集客の基本で考えててほしいことなんですね。じゃあ基本になる根幹は一体何なのかっていうと、ホームページになります。でインタビューをするとやはり結構驚くのがですね、とにかく、教室業とか10年とか20年やっててもホームページ持てない先生とか結構多いんですよ。だから後もできちゃってるからっていうのはあります。しかももっと言うとですね、10年以上の先生でこれからどうしようって考える先生のほぼ8割から9割以上はウェブ集客をやってこなかった理由ですね、それは口コミで教室が回っていたからということになります。素晴らしいんですよ、口コミで教室が回るっていうのは。だけど当然回っていることで集客できているっていうのは、世の中も変わり人も変わり状況も変わるので、個で自分で集客するっていう技を身につけていなかっただけに、どんどん集客量が落ちていってもどうしようもないっていう、どうしたらいいのか分かんないですね。だって集客したことがないから、口コミで勝手に集まってきている状態で教室を始まっちゃってる先生とかは、非常に10年とか十何年経った後に集客に苦戦している方が多いです。なぜならば当初いた方は、例えば年齢が上になったりとか生活環境が変わったり転勤をしたりとか、どんどん減っていっちゃうんですよね。で場合によっては団体で来ているようなケース、リーダー格の人がいて、ちょっとどこか地方にもう転勤になっちゃうんで私来れないですって言うと全員ごっそり辞めるとか、これよくあるケースですね。口コミ系でつながっている方で集めた方がいらっしゃる場合には、誰々ちゃんが行くんなら行くみたいな、そういうグループで来てもらう時には一気に売り上げも上がるんですけど、いなくなる時には一気に売り上げが下がるという非常に不安定なお付き合いになる集客の仕方になります。ですので自力で集客できる力をつけるということは、私の著書でも書いてあるんですけど、こちらの方の本に書いてあるんですけども、ホームページを軸にして他のツールを使って、ホームページを見してまず集客をして、そしてホームページの中で、あ、この先生いいよね、ここ行ったらいいよねっていう形で制約をするっていう、そういう手段で
やるっていう形が一番いいと思ってるんですね。なので信頼構築の方法っていうのは他にもいろいろメルマガがあったりとか違うものもあるんですけど、取り急ぎ一番最初に知ってもらいたいのは、ツールを一生懸命使うことじゃなくてですね、自分自身のホームグラウンド、ホームページをしっかり作り込むことをまず中心に考えていただきたいというふうに思っているんです。でホームページを一生懸命作ってない方にはどういう現象が現れているかっていうと、例えばブログとか、そういうものとかがあった時にですね、レッスンの告知ばっかりとかよくしてる方とかも多いですね。もちろんそれでも構わないんですけど、ファンがたくさんついていれば、そうでない限り離れていく、面白くないからです。ブログっていうのは何かしら読み手が、あ、いいな、面白いなって思うのか、圧倒的に綺麗な写真とかがアップされていれば、見るに耐えるというか見る価値があるっていうことになるんですけども、こちらが都合の情報ばっかりの発信だと非常に見ている方はストレスがたまるので、見なくなる、ないしは来なくなるっていうことになってしまいますね。だから安定的に集客をしたいのであれば、やはりホームであるウェブサイトの中でもホームページをきちんと作ることが必要になってきます。でホームページをきちんと作るとどういうことをしなくちゃいけないかっていうと、自分の内面を掘り下げないとダメなんです。自分の特徴とか得意なものとか教室の、いわゆるコンセプトと言われる領域になるんですけれども、そちらをきちんとウェブ上で表現しないといけないんです。ここポイントです。ウェブ上で表現しないといけないんです。何がポイントだか分かりますかね。これ私のクライアントさんと話してて思うことなんですけど、ですね、すごく熱い思いを語ってくださるんです。対面して喋ってる時には。なのにその悶々っていうか、その思いがですね、これっぽっちもウェブサイトに語られてない人って結構多いんですよ。でそんなに素敵な思いと熱い思いがあって教室運営してるのに、なんでそれでホームページ書かないんですかって言ったら、いや文章苦手で表現ができないんですって言うんですよ。だからこれすごく大事な話でですね、表現していない、外に発していないものはないことと同等に等しい。だから見られてないし理解もされないっていうことなので、表現をするということが必須の作業になります。私は動画でこれを作っています。そしてその動画を文字を書き起こせば同等の内容が表現できることになるように、頭の中で構成を作りながらお話をしています。だけれどもそれは皆さんが全員できるとは全然思ってないです。なのでまずは文章を書くっていうことを、おそらく会社員とかで普通に暮らしている方は慣れてないはずなんですよ。だって会社の報告書って簡潔に明瞭に書かなくてはいけないし、変な話、報告書に思いなんか入れてもしょうがないんですよ。基本的には所見とか入れるのはピピッとは書きますけれども、全てあった事実と結果を中心に書いていくのが報告書になりますから、実は私はこの時本当はこう思ったんですけど、こうでああでとかグダグダ書いてるとですね、仕事できないやつだなって思われてしまうので、会社の文章の書き方と SNS とかで共感を得て生徒さんに信じてもらえるようなブログの書き方って全然違うんですよ。だから私会社員の時に仕事ガンガンやってましたし、報告書とかそういうのもいっぱい書いてましたけれども、ブログは全く違うっていうふうに思いました。一番最初に私が起業して勉強したのはブログライティングですね。そこを上手に書けないと共感してもらえない、自分の良さが伝わらないっていうのがあるなっていうのがすぐに分かったので、ブログを一番最初に勉強しましたね。どういう構成で書けば人って共感してくれていいなと思ってくれたり、役に立ったありがとうって感謝されるのかっていう、ひたすら感謝されるためのブログを1年間ずっと書いてました。こういう情報をやったらみんな喜ぶかな、こういう情報を書いたら嬉しがるかな、こういう情報だと新しくて楽しいと思ってくれるかな、こういう素敵な写真あげるとすごくいいなっていうふうに思ってくれるのかな、そればっかり考えて書いてました。だから必要な知識として皆さんに伝えるためには、本とか6冊とかを机っていうか床に広げながらですね、その中の自分の知識に変換したものを抜粋しながら書いていくっていうこともやっていた。それをやることによってレッスンの時に喋る知識とかもどんどん身についていったんですけどね。
あとは質問されたこととかをブログで答えていくとかやったりとかしていて、だんだんブログの登録者数が増えて信頼構築ができてっていうことをやっていたので、ブログはもちろん有効なツールではあるんですけども、最終的にブログでファンになった方に私、たまにこういうレッスンやりますよみたいなのを見せていた、たまにの場所はホームページです。だから2本立てで基本私は集客と制約をやっていた。集客のメインの部分はブログ、制約の部分はホームページっていう、そういう作りにしてやってました。もちろんホームページそのものとかでも集客できるように構築はしていて、この構築の肝になるところっていうのは今日話すとえらい長くなりますので、今日は割愛しますけれども、ホームページを軸にした集客活動をするっていうことにすると、まず最初に作らなくていけないのはホームページになります。それは、自分の内部を、掘り下げて特徴を作って、外向きにちゃんと表現して、それで出来上がるものなので、しんどい作業なんですよ。で、面倒くさいんです。だから起業初心者の人はやらない方がめちゃめちゃ多いです。未だにホームページを持ってない10年やってる先生とかもいますからね。でもそういう方は集客に苦労します。自動化ができないからです。基本的に無料の SNS ツールは自分のものではないので、その会社が突然倒産したら、そこで集客している記事とか、それも全部一気に消えますので、その時につながってた人とかのリストも全部消えますので、そこを覚悟して使う必要があります。なのですぐじゃなくてもいいんですけれども、ホームページ自体で全集客量の6割ぐらいを集客できるようになってると、どの SNS が死んでもそんなに痛くないです。私のウェブサイトの集客量はメインの私のホームページ大体65%、68%ぐらいかな、集客しているので、あと Facebook、ブログ、YouTube あたりで中心的に集客をしています。あとそこに見えない数字のデータで出てこないもの、さっきの話で言うとこの本であったりとか、あとセミナーとかも私結構よく開催してますので、セミナー集客自体は必要ですけど、セミナーで出会った方がその後私のサービスを受けたいというふうに思う可能性はとても高いので、セミナーに来ていただいた上でっていう、信頼構築をしているサイトを見た上っていうことになるので、どのみちホームページは絶対必要で絶対必須なものになります。ですので、まとめを言うとですね、一番最初に作ってほしいのがホームページなんですよ、どっちかっていうと。で、その中に書かれている発信内容と SNS で発信する内容ですね、ブログ、Facebook、Instagram、YouTube、その他もろもろ、Twitter とか使う方は Twitter かもしれませんけども、それが一貫性のある内容にしないとダメです。だから例えば、そうだな、女性の年配者向けのウェブサイトを作ってるのに、30代とか20代の方が喜び反応するような記事ばっかり書いてたら、この人たちにとって全然興味がないものになってしまうので、それはその自分がたた定めたターゲット層が喜ぶ記事を書き続けなくちゃいけないんですよね。だから定めたターゲット層が3種類も4種類もいたらですね、その分量の記事を書かないといけないので、結構大変です。結構大変なんです。私の場合は、複数事業を複数運営していたので、それぞれに全部ブログを持ってましたから、全部書き分けています。このブログではこの人たちが喜ぶ記事、このブログではこの人たちが喜ぶ記事って言って、想定してるターゲット像が全部違うので、全部ブログを違うふうに書いてました。場合によっては言葉遣いも違いますっていう書き方をしていたので、とても大変でした。 なので、1個の事業をやってる方で複数ターゲットをその中に内包するような、事業設計は基本あまりおすすめしません。集客が大変だからです。少なくともその自分が決めたターゲットの人が、超細かい1種類じゃなくてもいいんですけども、そこに向かって書き続けやすいようなターゲット像をバシッと1本決めた方が、その他の SNS 関連の運営も楽です。だから一番最悪なのは、ぼんやりとしか決めてない場合にの話です。よくある話が、どんな人に教室来てもらいたいんですかっていう質問をすると、
家庭でパンを作れる、そういうことを学びたい初心者の人に来てもらいたいですとか言うと、全然響く文章とか書けないんですよ。確かに初心者で家でパンを習いたい人っていうのはたくさんいると思うんですけど、その人がなぜあなたの教室を選ばなくちゃいけないんですかっていうことの答えになってないんですよね。行く場所がいっぱいありすぎるからです、そういう人たちは。ABC に行ったらいいしとか、初心者向けの講座を教えてるとこいっぱいあって、そこと比較されながら自分を選んでもらわなきゃいけないっていう土俵で考えると、漠然としすぎているターゲットを決めてしまうと集客めちゃめちゃ大変です。なので量が多いから集めやすいとか思う方が逆に間違いで、ある程度のニーズ、そうですね、20万人、10万人から20万人ぐらいが反応するキーワードとかを探すことができたら、そこを中心に講座を組み立てていく方が簡単に集客はできます。なので、まとめますと、起業初心者の方が一番最初に取り組んでほしいウェブ集客の、基本フォームはホームページを作ること。これを意識して、自分の授業を考えて、誰に何を教えるかというのを定めていただきたいなというふうに思っております。ご参考にされてください。それでは。